こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。リーグ戦ですね。このディビジョンの8。勝ったり負けたりで、今5勝1敗2分けですね。どうなんだろう、これ。これかな。違うね。いや、違う。違うよ。これじゃなかったの？あれれ？まだってことか。あのね、こういうランキングじゃなくて、グランプリになってるからかな。なんかちょっと違う、いつもと。いつもは、昇格とか降格とかあるんですけど、そうじゃないみたいですね。なんかランキング戦かなんかやってんのかな、全体の。じゃあ、これは。うん、なんかちょっと違う、いつもと。自分は今、897位ですね。これ全体どれぐらいいるかはちょっとわかんないですけど。前回やってたイベント、カプセルのやつが終わって、今度このコーチーニョコラボイベントっていうのがまた始まってます。で、これね、なんかね、ストライクアウトみたいな、こう、番号を試合するんですよ、対戦相手に。その対戦相手に番号が振ってあって、この2番に勝つと、この2番の、この的が開いて、全部開けると景品がもらえるみたいな、そういうイベントですね。まずやる前に、ガチャがですね、確定が今出てるんですよね。やっていこうかなと思います。5選手カード1枚以上確定ガチャがあるんで、まあ、あるからですね、1回まずやります。奇跡をこの一撃にかけていや、もうゴールキーパーが欲しいだけです、僕は。行く行く、ん？なんか今出たよ。なんかちょっといつもと違ったね。これ期待できるやつなのかな？全然ダメですけど、ここまで。お、キーパーだけどな、これ多分。でも、4だよな。おお！キーパーじゃん！嘘でしょ？いやー、欲しかったキーパー、しかも 97？ これ、あれかな？見てたかな？コナミさん。いやいや、そんなことはないです。いやいやいや、これ、当たりでしょう。いや、もう、どうしよう。どの選手変えよう。ちょっと嬉しい。いやいやいや、これもうちょっと。あれ？あ、そうそう、被ったやつね、これね。同じ名前のがね、前回このアーロン・ラムジーって2枚出たんですよ。しかもね、絵柄が違うんですよ。このね、アーロン・ラムジーと、こっちにもう1枚、え？これかな？うん、いて、別なんですよ。アーセナルにいた時と、もう1個違うんかな？こっちは、ラッツィオかなんかにいた時、あ、こっちがアーセナルで、うん、別々なんですよ。同じなのに、違うカードなんですよ。いや、嬉しい、これ。ちょっととりあえず、このフォワードの選手と、あ、ちょっと待って、ブルマだろ。もういいや、変えちゃって。やばい。ちょっと変えよう、もうキーパー。これもうあなた正ゴールキーパーです、うちの。早くも。嬉しい。ちょっと育てよう。フュージョンもできちゃう？なんで？あ、そうね。保存してないか、保存しよう、とりあえず。保存して。なんでできちゃう？そんなのが。素材あった？ああ、良くないっす、これ。これ3だから。あんまり良くない、これ。しない方がいいっすね。これで、とりあえず、スキル強化できる？うわ、できる！なんかついてるよ、いろいろ。いやいや、いいよ、いいよ。
あ、もう一個ちょっと素材、ああ、ちょっと素材取りに行こう。嘘でしょ。欲しかったゴールキーパーが。もうちょっともうどんどん上げちゃおう、数字。もう全部使ってもいいぐらい。いや、これ止めれるかも、シュート。全然違うじゃないですか。覚えてないかもしれないですけど、ピックフォードってね、キーパー使ってたんですよ。しかも、フュージョンかな、フュージョンかな、このブーストして、ブースト1上げてて、その状態で2773ぐらいだったんで、数値。今ね、まだね、マックスが70なんですけど、63の段階でも4400あるんですよ。全然違います。まあ、スキルはね、全然覚えてないけど、覚えてないけど、もう全然違う。もう70なっちゃった、しかも。いや、もうマックスじゃないですよ。いや、これすごい嬉しい。やばい。今、チーム総合力が、もうか、いや、彼のおかげで今、6万7000になっちゃいました。確か6万4000ぐらいだったのに。いやー、嬉しい。いやいや、これで、一応、スタメン全員、星5になりましたね。あとね、どこ行ったかな。このね、このアーロン・ラムジーとかもね、将来的にはこのパトと変えようかなと。あ、パトじゃないや。このサイトと変えて、このね、スターリングとかをね、パトと変えようかなと思ってます。いや、嬉しい。ちょっと一回試合してみますかね。マッチング。ちょっと同じぐらいの人と当たんないかな。まあ、10万ぐらいでも。あ、でもキーパーはね、まだスキル1個しか覚えてないから、ちょっとね、あ、これダメだ。これあのね、コンピューター相手です。ちょっとここ飛ばします。いやー、やっとマッチングしたんですけど、ちょっと自分より弱い感じですね、総合力。まあ、さっきまでずっとコンピューターと対戦だったんですけど、4回目ぐらいのマッチングなんですけど、キックオフは間もなくです。どうかな。ここ分かりますよ。ここ、早送りできるかどうか、ついてるかどうかで。ついてなければ、ユーザーの方、あ、ですね。お、あ、キーパーいいよ。あ、しかも日本人じゃん。日本人で星5がいるんですね。今50だった。あ、じゃあ50じゃない。星5だった。90で。いいなぁ。日本人選手の星5はいるってことか。自分で持っていく。頼む、もう打って。いやー、そうだよね、スターリング97だからな。これずっと自分やられてたんで、自分で星4でしたからね、ずっと88で。あのキーパー育てたら結構止めてくれるかもしれないですね、うち。ただね、メッシとか多分ね、もうね、100近いんですよ、数値が。キーパーで100ぐらいのやつっているんですかね、そしたら止めれるかも。いや、勝ちそうだったら前半でちょっとやめますかね。取るのをですね。いや、もう嘘でしょ。パッと控えに回そうと思ってるのに決めてくれるね。90なんですよ。だからギリギリ星5の選手ですね。90からなんですよね、星5は。わ、相手いいな。日本人選手で固めてる。結構ハーフタイムのホイッスル。ちょっとここで止めますね。おそらく試合は勝つと思うんで。
キーパーの見せ所かもしれないんで、ちょっと急遽、ちょっとね、実は一人選手が退場になったんですよ、うち。だからね、ちょっと分かんないです。相手に攻められてキーパーをね、セーブしてくんないか。これちょっとダメだな。点取っちゃいそう。キーパーの、せっかくキーパーの見せ場がないんですよ。メンバーチェンジのようです。さあ、勢いを止めずにこのまま一気に行きたいところです。中央に預ける。高さで勝る。ここから打つ、突破。すごいな。ボールキックです。そう。それでちょっとシュート打って、うちの、自分で持っていく。打っても、うわ、ここでメンバーチェンジがあります。フリーキック、そこから、いや、よかったね、相手の。ここを持っていく、シュート。そういうのは見せ場をね、うちのキーパーもしてほしいんです。いや、いきなり勝ちました、今日のゲーム。なるほど、こんな感じです。試合はちょっと多分レベルも自分より下の方だったと思います。ですよね、38ですからね、自分今55ですからね。あのね、コーチーニョこのコラボイベントとかやってみたかったんですけどね、ちょっとね、キーパー当たってちょっとね、嬉しすぎてちょっと時間食っちゃいました。とりあえず今回ここまでにしたいと思います。ここも星5じゃない、もうね、ですよ。だからもうね、一人だけなんですよ、この選手がね出るぐらい。キーパーでね交代ってもうほぼないですから、もうこの選手を交代することはまずないと。変えるんだったらここでですけど、全部星5なんで、変えられても別にね、そんなに悪くないですよね。今回はここまでにしたいと思います。次回はまた続きですね、やっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。